じゃあ、締めても取られて、相手が先んじてこの足をよいしょ出してしまった場合の話をします。で、自分が相手の手握らないと締められるんで、肘と手首握ると、あ、肘と袖を握るところは一緒ですね。こう引いて、相手の肘を自分の身内の方に引いて、締められないようにします。で、ここで注意すること、まず1個目は脇を締めないことです。脇を締めると何でいけないかというと、こう、あんた社員さんが足で俺の前腕、足を俺の前腕にかけて切っていい、こう切れていい、これで締まっちゃいますね。だからここで引くんだけど脇は多分引くときは一瞬締めるんだけど、引き終わったら脇上げときましょう。まあ脇上げてもずっと力はかけとくんだけど、力は弱くなるけど肘は開けときましょう。さあ、足かけて、ね、もう危ないね。あと、下にいるとさっきみたいに肘開けてたもかほってかかっちゃうんだ、じゃあ、うん、かかっちゃうんで、しっかり上に見えてるのかな、見えてます、上に足使って上に行く。で、こうするとさ、足かけようとしてもこうかかりません。こうすると、こう抜くこともできないでもないです。はい。